大会は3人1組のチャレンジャーが指名したビーストと対決。ビーストは全部で7人、それぞれに懸賞金がかけられており、鍵を持ったビーストに勝てばそれまで獲得した懸賞金を手にコロシアムから脱出することが可能。全部で5つのステージを攻略すれば総額1000万円を獲得することができる。前回に引き続きチャレンジャーは最強アスリートタレント軍団のチームチャンピオン。ゲームのスポーツって言ったら、この芸能界で言ったら負ける人いないんじゃないですかね。その自信通り身体能力の高さを見せつけ、波動の上野やビースト元木拓磨を撃破、賞金10万円を獲得した。チャレンジャーチームチャンピオン、持ち前の身体能力でビーストを打ち負かし1000万円を掴み取れ。セカンドステージ2-on-2。さあ誰と誰を指名いたしますか。今西さんと、はい、鈴木さんでお願いします。おお、なるほどですね。出場するのはお二人ですか。ここの二人です。おお、なるほど。なぜその二人を指名したのでしょうか。まあ、女性と男性のペアなんで、はい、まあ、女性と男性がいいかなと思ったところと、はい、あと鈴木さんがサスケがすごい好きだっていう話を聞いたんで、なるほど、そこは今僕が出てる番組なんで、そこはなんかガチで勝負したいなと思って。筋肉対、夢の筋肉対決ですよ。それでは呼びましょう。ビーストカモン。スマイルアサシン今西琴音。普段は波動初心者の方にレクチャーをする波動クルーとして働く彼女。去年その波動クルーの中で最強を決める大会で優勝、クイーンの称号を手にした実力者、プロテインドランカー鈴木優也。波動ワールドカップに3年連続出場しているマッチョな見た目にたがわぬ実力の持ち主。試合前のウォーミングアップでもずば抜けた身体能力を見せつけてくれた。すごい。この2人前回もこのタッグでバトルをし、見事チャレンジャーを撃ち落としたコンビ、ビースト今西鈴木よ、チャレンジャーを叩き潰せ。どうですか、筋肉対決ですよ。ちょっと笑ってるじゃないですか、もう嬉しい。嬉しいっすよ。嬉しそう。ありがとうございます。ただドロップアウトをした方が良かったなって思わせるように、僕らは守るんでしっかり勝ちます。なるほどですね、頑張ってください。はい、そして今西もね、私はですね、ビーストの中でもきっと出場者の方の中でも最年少なので、最年少なんですけれども、一番愛が、波動愛というかビーコロに対しての熱い思いが一番あると勝手ながら思っていますので、そこで対決したいなと思ってます。頑張ります。はい、頑張ってください。ます。それでは行きましょう。セカンドバトル、チームチャンピオン森宮川 VSビースト今西鈴木。さあそれでは両者ともに準備が整ったようです。それでは行きましょう。バトルスタート。さあ上手に最初のかわしてきましたチャレンジャーチーム。さあおっと、ここでまず先制したのがビースト今西鈴木ペア。先制点を取りましたビースト。サーブ権がチャレンジャー側になります。はい、おっと、はい、ビースト連続ポイントゲット。今森さんが打とうと思ったんですけど、先にシールド出てきました。おっと、宮川がシールドを使うが、ボールは森渡るにヒット。本日初めてですね、シールド使ってきたチームですね、これは。上手に使っていきたいですね。はい。しっかり後ろに隠れて、二人で入ってもいいです。おっと、球が集まってますね。この隙に点を取っていきたい。
シールドを破壊しビースト4点目。これは強い。エロ対4とビーストの一方的な展開。大至急シールドがなくなっちゃいましたね。そうなんですね。あのシールドはですね、弾が当たったり時間が経つと劣化して割れてしまいます。対処は正直早かったですね。ビースト5点目。チャレンジャーポイント取りに行きたいが。さあ0対5と今決めたのは今西琴音さんですかね。はい、活躍してます。さあもう一枚シールドを出してきた。さあシールドに弾が集まってる間に得点取りたい。はい。さあ割れてしまった。ビースト無失点でマッチポイント。このままストレート勝ちしてしまうのか。さあ1ポイントも取ることができていない。さあポイントを取りたいチャレンジャー、取りに行けるか。さあ取りました。チャレンジャーようやく1点ゲット。厳しい戦いだ。さあしかし依然マッチポイントのビースト、安心はできません。さあ弾がシールドに集まっている。激しい試合ですよ。しっかり受け入れてますよ。ここで取ったのはビースト。ビースト今西鈴木ペア、圧倒的力の差を見せつけ大差でゲームセット。ビーストゲームセット。勝者ビースト今西鈴木、チームチャンピオン敗退。どうでした森さん。いやーやっぱまだまだ練習が必要ですね。やっぱまだ僕らのレベルでは挑むレベルに達してないなっていうところだったんで、ちょっともう一回っていうかもうちょい練習をして、もっともっと研究してからもう一回臨めたらいいなと思います。いやー練習が必要ですね。いや本当に楽しかったので、はい、また本当に3人で練習してまたチャレンジしてみたいと思います。はい、でシールドがもうちょっとやっぱりタイミング出てたら僕らまた状況全然変わってたと思うんで。そうですね、勝負ってやっぱ一瞬の、ね、運みたいなところもあるんで、また多分次やったら全然変わるかもしれないですね。楽しみですね。悔しいです。負けたけど肉食べに行きます。ぜひぜひ美味しい肉食べに行ってください。ぜひ連れてってあげてください。ちょっと今ので耳が壊れて何言ってるか分かんない。ということで、皆さんありがとうございました。それでは、残念ながら、チームチャンピオンはここで一旦退場となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれでは次もお待ちかねのあの人たちですよ。そうですね、もう本当にお待ちかねですよね、きっと。ね、もうずっと僕らの横でくすぶってましたからね。はい、さあそれでは呼び込みたいと思います。挑戦者カモン。次回いよいよバンドじゃないもんが登場。1000万円獲得なるか。